まだ、いや、別れたでしょ。俺、別れようって言ったのに。ずぶとくない？俺、別れた、俺、別れ告げたよね。なんで、もう、バカにしてくるから。片方が、別れを告げたら、別れたことになるよね。もう、別れようって俺、告げたんだから。さんざん舐め腐ってきてさ、こっちがやっぱ強気に出るとそうなるんだな。よくわかった。俺が今までちょろすぎたね。今回ガチだと思ってんじゃない。うん、そうやって慌てようがもう無理だから。うん、惑わされないで。無理。うん、まあ、ワンチャンセフレぐらいならいいかなと思うけど、それももうおかしいでしょ。セフレぐらいならと思うけど、それぐらいにしとく、あいつは。初めセフレだったから、知り合いかけの頃。うん、本当にセフレだったんだよ。そっからちょっと本気になりすぎた。いや、もう離れてほしくない、これ以上。うん、離れてほしくない。悲しい。ちょっと外部でやりたい。まあいいか。ちょっとみんな切り替えて、ちょっとイベント頑張ろう。イベントもう切り替えるわ。もういいや、いつまでも。もうライブぐちぐち言ったけど、もうこれぐらいでいいわ。うえ、言いたいこと言った。うん、言いたいこと言ったから。うん、でちょっと正直このフック5日目です。だからちょっとリスナーさんにも掃除も兼ねてちょっとお願いしないと。ちょっと来てもらう、近々で洗濯してもらってちょっとやるわ。ちょっとコンビニ行くけど、かなりもう家がやれなくて、昨日のカレーとかでもこの辺もうやばいわけよ。豆腐のゴミとライスのゴミが落ちちゃってるじゃん。で、ハニーちゃんのペットシートはこのままだし、で昨日のカレーのやつはこう水につけたままになってるから、もう誰かにちょっとやってもらわないと、助けてほしい。ごめん、もう手つけれないんだ。一人じゃちょっと厳しくて。アイコよ、アイコできるわけないじゃん。一番呼んじゃダメだよ。仕事増えちゃうよ、アイコ呼んだら。うん、新しい彼女？彼女募集です。誰か拾ってください。誰か。俺みたいなやつ、もう傷だらけでバカみたいにお金も使ってボロボロなんで、誰か俺のこの傷を癒してほしい。助けてほしい。ねえの、いらんもん。
パルパルと一緒に、いやもう絶縁したからね。いやそういうなんか台本とかじゃないから。もう厳しいね。あ、一人いたわ、ガチ恋が。ガチ恋いました。あのコバさんっていう男性がいた。うん、一人で生きていけない、うん、金梅と付き合えばいいんじゃない。それが一番いいんじゃない、うん、男性、コバさん。昨日も配信終わった瞬間電話かかってきたわ。ちょっと出なかったけど。もう男の方がいいんじゃない。ネックレス返してほしいよ。ネックレスと指輪とコインケース、うん、どこが好きなの。でも好きじゃない。冷めた。狙われてる？何か。うん、返してもらったら売るけどね。うん。別れてないっつっても俺別れようって言ったから、もうそれで終わりだよ。やばい、胃が痛い。助けて。また来たわ胃が。これこれ、いつものやつ。うん、胃が痛くなってきた。助けてくれ。ああ大丈夫じゃない。次のマンコ行かなきゃ。早く。女は女でしか治療できないから、うん、次のマンコ行かなきゃ。次のマンコいないかな。転がってないかな、マンコ。ああオーディション、もういないでしょ、うん、ダメだ、乗り切れない。ああマンコ、やべえわ。猫マナイジェは確定なの、政治の子供って。やばいね、配信のネタにしすぎじゃない。確定ではない、うん、そうやってやるべきじゃないけどね、配信でずっと言われ続けるからね、大きくなっても。それは配信でやっちゃダメだよ。車乗るか、もう旅出るか。もう家賃払ってねえわ。家賃払ってねえな。それやらないと。 DNA 鑑定してから言うべきだよね。する前にそんな騒ぎ立てたらダメじゃない。何どいつもこいつも、俺含めてバカバカ、ほんとバカしかいない。車修理しないよ、もう。旅に出よう。目的地は愛子実家、うん、ソロキャンとかできねえわこの状況で。肉焼いて、なんやそれ。マンコはマンコじゃないと治療できないって言ってんだろ。
治療しないと。あー、しきちゃんか。ワンちゃんありだな。しきちゃん行く？でもしきちゃんも怖いわな。彼女にしたら、まあ、地雷だからな。しきもでやったの。しきちゃん、俺今日朝しきちゃんやるって言うから配信終わったけど、やったの？しきってツイキャスやってるの？俺配信終わってからやってなかったんだけど、ふわっちだけもうほんといらねえな。もういいわ、どいつもこいつも。これもうイベント頑張ってるの誰で、アキルナやってる？キャス。養分と、養分も女と遊んでんだろどうせ。アキルナは？養分やってる？養分はまあやってるよね。養分はまあ頑張ってると思う。アキルナメンバー入ってるよ。男連れ込んでる外部。もう全然ダメだね、もう。もう、入れなきゃよかったな、式は。式やらなきゃよか、入れなきゃよかったな。ほんと戦力外だわ。うん。まあ、養分はまあマイペースにやってるから。家猫は月曜日かな。ちょっとタバコ買ってくるわ。チーム名今何になってんの？タバコ買ってくるわ。お帰りも言ってくれないもんな。冷てえよな、ほんと。じゃあマコもやらせろ、まあ一発で。今からオーナーにしちゃったけど、スコアゼロがエントリーしてから投げてね。そう、申し訳ないけど。誰か近くにいないの？
無理。性欲っていうかもう気紛らわさないと、うん、1日2日ペースで1日2人ペースでもうやっていかないと、もう俺のメンタルが持たねえわ。てってけてってけ、もう全然やめるか、もう気持ち悪いから、もういいわ女は、もう女近づかないで、うん、女近づかないで、ちゃぶ台な、もう男だけ残って、もういいわ女は、どんどん紹介して、匿名さん今からセッティングしてお願い、助けて。じゃあいけそうな、冗談です。もうここで悪い流れを断ち切るから慎重に行こう、もう慎重に、また壊れないようにコツ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 積み上げよう、うん、コツ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 、とりあえず公園来たからもうこれ以上ダメ、大切なものを壊したら。でも、そんな。さすがにやばい。やっぱね、我慢の限界を、我慢のやっぱあれがないんだろうね。猫ちゃんいる、にゃんにゃん、懐かない、連れて帰ろうかな、猫ちゃん、猫ぬこおいで、家帰る、猫の捨てられた、ブランコ乗るか、ブランコ何年ぶりだろうな、誰も構ってくるね、太もも、お尻と太もものところが挟まった。